2011年3月11日、東北地方の大地震の影響で太平洋沖に津波が起きました。その影響で東京電力福島第一原子力発電所において大事故が発生しました。冷却ポンプが停止、3基の原子炉がメルトダウンを起こしました。1986年にチェルノブイリで発生した事故以来、最悪の原子力事故が起きたのです。この事故により大量の放射線物質が周辺地域に放出されました。原発事故が重なったことで、時間が止まったような地域があるわけですよね。でそこには人が住んでいない、住むことができないという地域になってしまっているので、7万1000人いた南相馬市民が一時期6万人以上ここを避難せざるを得なくなりました。今も2万5000人以上がこの南相馬市を離れているという現実からすると、こういう原発事故によってもたらされる影響というものを世界中の人にしっかり知ってもらう必要があるし、福島第一原子力発電所で事故が発生した直後、原子放射線の影響に関する国連科学委員会アンスケアはこの事故の影響をまとめた正式な報告書を独自に作成することにしました。アンスケアの議長はカール・マグナス・ラーソンです。When I visited Fukushima, I could of course see clear evidence of this triple tragedy. People have been uprooted, they have lost their livelihood, they have lost relatives, the children have lost their friends. They now are displaced, they live in places that are different from where they come from. アンスケアは、電離放射線源とその人体及び環境への影響を評価するために、1955年に設置されました。この福島第一原子力発電所に関する報告書は、日本側から入手した情報に加え、アンスケア加盟国のほか、次に挙げる数々の国際機関から提供されたデータに基づいています。包括的核実験禁止条約機関準備委員会、国連食糧農業機関、世界保健機関、国際原子力機関、そして世界気象機関です。怖かったな。地震でいなくこんなになってぼこりだでしょ。何かにの中にいて、でテレビ見ながら、なんかその次の日かな、その原発が水素爆発してとても怖かったです。アンスケアの報告書は18の加盟国から参加した80名を超える専門家によって3年近い期間をかけて作成されました。その内容を精査するのに27の加盟国を代表する120名以上の専門家が協力しました。 This report is an honest attempt by scientists who are among the best in the world in this particular field to assess objectively the levels of ionizing radiation exposure from the Fukushima accidentand the implications of that for health and the environment. アンスケアの報告書では次の点に焦点が当てられています。放射線及び放射能の測定値、ヨウ素131、セシウム134及びセシウム137を中心とする放射性物質の放出・拡散、公衆の被曝、原子力発電所での作業者の被曝、そして動植物の被曝です。放射線は空気中を伝わるエネルギーの1形態です。放射線の中には電離と呼ばれる作用を引き起こすタイプのものがあります。放射性物質はそのような電離放射線を生み出します。電離放射線は人間の臓器や細胞組織のような生体物質の化学構造に損傷を与えます。さらに DNA に影響を及ぼすことで、がんの発現につながる可能性があります。ここで重要となるのが放射線の線量です。その線量はミリシーベルトという単位で示すことができます。この単位はシーベルトの1000分の1で、リットルやキログラムと同様に広く受け入れられている測定単位です。
我々は自然界にある放射線源から毎日電離放射線を浴びています。福島での事故が原因で事故後最初の1年間そしてその後数年間に増加した日本人の被爆線量はこのバックグラウンド線量よりも低いものです。実際この事故による生涯を通じての被爆はほとんどの人についてバックグラウンド線量を大きく下回る値です。原子力発電所付近の大気中及び海域への放射能放出の規模、放射性物質の構成やその形式変化を正確に把握するため、アンスケアは2種類の方法を用いました。委員会はこのように放射性物質拡散の状況を把握した上で、被災地やその周辺地域に住んでいた方の被爆評価を行いました。その評価では放射性のセシウムとヨウ素に特に重点を置きました。結果は次のようなものです。主要な放射線各種による線量は各種ごとに大きく異なっていた。主にヨウ素131による甲状腺への線量の平均値は最大で数十ミリシーベルトに及んだ。これは事故発生から1ヶ月ほどの間にもたらされたものである。主にセシウム134および137による全身への線量あるいは実光線量は10ミリシーベルト以下であった。セシウムは環境中に長く残存する性質がある。この結果を踏まえて委員会は次のように結論付けています。日本の公衆の被爆レベルは低かったためリスクも少ない。また特に次のような見解を述べています。今回の被爆が理由で発がん率や遺伝性疾患に識別可能な変化が見られるとは予想されない。流産、死産、先天的欠陥、認識機能障害も予想されない。報告書の議長はウォルフガング・ヴァイスです。 There's a baseline of cancer which is very high, which is very variable in the country, and that the additional risk on top of this baseline, which is variable, is so small that we cannot detect it. 避難が迅速に行われたため、発がんのリスクを大幅に減らすことができました。被災地で自治体による避難誘導が遅れていれば、住民の被爆レベルは10倍になっていたかもしれません。After the Fukushima accident, the Japanese radiation protection experts had the chance to evacuate people from the most potentially vulnerable areas. And they did that properly and timely, and they actually saved these people from unnecessary radiation exposure. Meanwhile, the 委員会は乳児や子どもたちの甲状腺がんのリスクは理論上増加する可能性があると考えました。そのため状況を注意深く見守る必要があるとしています。しかしながら概して言えば被爆のレベルが一番高い子どもであっても健康上のリスクは低いというのが委員会の見解です。2011年6月福島県で県民健康調査が開始されました。この調査は地震及び原子力事故発生時に福島県に居住していた200万人以上全員を対象に30年かけて行われることになっています。事故発生時に18歳以下だった36万人の子どもたちについては甲状腺の超音波検査も行われます。この検査ではほんの小さな異常も検知する技術が使用されています。アンスケアは住民への放射線の影響を評価したほか、福島第一原子力発電所の事故処理作業に携わった2万5000人の作業者の被爆線量を独自に評価しました。委員会はすでに報告されている作業者の被爆線量を解析し、また数名の作業者たちを対象に独自に被爆線量の評価も行いました。こうした被爆線量の評価はすでに報告されていた数値とおおむね一致する結果でしたが、事故発生直後の被爆については不確かさが残っています。結果として委員会は次のように述べています。作業者の発がんリスクの増加は識別できないと予想されるが、100ミリシーベルト以上の線量を受けた作業者は
時間が経ってから放射線の健康影響が現れる可能性を考慮し、甲状腺、胃、大腸、そして肺の検査を毎年受けるべきである。委員会は放射性核種が食物連鎖に取り込まれ、植物や動物を摂取していく過程を経て人体へ及ぼすリスクについても評価しました。What the report says about the impact of the foodstuffs is that the restrictions that were put in place by the Japanese authorities meant that generally the levels of radioactivity that was found in food were low and that the impact was low. 放射線の人体への影響に加え、委員会は陸域と水域の生態系への影響も評価しました。水域の動植物については影響があるとすれば、原子力発電所付近の海岸部に限られると考えられます。委員会の結論は次のようなものです。福島の事故によって陸域および水域の生態系が受けた線量は急性的な影響が観察できないほどの低いレベルであった。しかしながら地域による変動があるため、例外的な事例が存在する可能性はある。人体および環境への放射線の影響は低いと考えられますが、避難措置の影響は続いています。古内勝利さんは仮設住宅に避難しています。自宅がある地域は放射線の影響を受けているため帰れません。やっぱりね、一日でも早くやっぱり自分家でね、2回目のこうやって夏も過ごしているから、やっぱり自分家でね、やっぱりし、子供たちには申し訳ないけどもね、一日でも早く帰りたいって言ってるから。中井直さんは91歳です。70歳の娘に連れられて避難しました。高齢者のための福祉施設の集まりに定期的に参加しています。自宅から離れて暮らすことに精神的にかなりの負担を感じていました。現在は自宅に戻り生活しています。当局は放射線の強さが安全なレベルにまで下がり、家屋の除染も行われた地域について居住制限を解除しました。アンスケアのレポートの内容は被災者の人たちにおおむね好意的に受け取られています。見るべきだと思いますね。世界的にもちょっといろいろ知るためには見ることも必要なんじゃないかなと思います。福島県立医科大学堀有信先生は心理学者で、福島の人々を支援する仕事もされています。いずれにしてもこれだけの大きな出来事ですので、たくさん の, 学問的に信頼のおける人によって記録され、そのこと、その内容が討議されるということは、ぜひとも記録されることはぜひとも必要なことだと思います。報告書の結果は次のようにまとめることができます。原子力事故の影響を受けた人々について、発がん率は現在の水準を維持する、推定された線量が最も高い小児の甲状腺がんのリスクは理論上増加する可能性がある、先天性異常や遺伝的影響は見られない、作業者の発がん率に識別可能な増加は見られない、野生生物には限定された地域において一過性の影響が見られる。 This is not the end of the road. No doubt there's more information that will become available in the coming years, which the scientific community and the committee will follow with interest. However, the report is an important benchmark right now that we hope will be of use both to the scientific community and of course to the people of Japan. Thank you.